1972年、シカゴ通勤列車衝突事故とは、1972年10月30日の朝のラッシュアワーで発生した鉄道事故。シカゴ史上最悪の事故の一つである。1972年10月30日の朝、イリノイセントラルガルフ鉄道の第416列車が27丁目駅でオーバーランを起こした。この列車は、 新規購入されたハイライナーで編成されていた。運転士は列車をプラットフォームまで交代させる許可を車掌に求め承諾された。これは当時鉄道規則で義務付けられていた手端による列車防護なしで行われた。不幸なことに第416列車はオーバーランした際に自動閉塞信号機を通過していた。このため後続の急行第720列車に対する 信号機が進行源時となり、同じ番線に全速で進入できる状態になっていた。第720列車の運転士は、先行列車が交代していることに気づいておらず、気づいた時には手遅れであった。衝突時、急行列車の先頭車両は、先行列車の後部車両に食い込み、45人が死亡し、332人が負傷した。事故後、 シカゴ地域の多くの通勤車両の最後部や、機関車はそれまでより視認性を高くするため、オレンジ色と白のストライプに塗装された。ありがとうございます。